選手。まことって何なんですか。そうじゃなくて、あれ気になりますよ。もらわないよ。気になります。いや、まことって何なんですかね。これ一応ファンの皆様、関係者の皆様からアンケートいただいて、これが上位3つと。お前曲気になります。待ってか。いや、まことでしょ。まこと聞いてみます。まこと行きましょう。聞いてますか。じゃあまことお願いします。俺はこれ乗れます？しかも今よく聞いてたら、勝つことよりも俺の誠って言ってました。確かサブちゃんが北島三郎さんですけど、勝つことでしょ。そうそうですね。勝つことよりも誠、勝つことよりも俺ってことです。どうしますか、門脇選手もね。ちょっとじゃあ1個選んでいただいて、ちょっと打席に入るイメージ欲しいですね。亀さん、いいですか。いいんですけど、その最後の誠っていうのも気になるんで、はい、2打席目ぐらいに入れていいですか。誠、じゃあちょっと誠で1回入る感じでやってみましょうね。仮です。過去仮いきますよ。8番ショート門脇。俺は皆さん、まことの方がいいかもしれない。皆さん喜んでくれます、ね、喜んでくれてますもんね。あ、どうですか。ちょ、僕的にはハッシュどっちの列に、まこと、ショー、ちょ、一回流してもらえないですかね。まことで、まことで、浅野選手がまことで打席に入ったらどうなるか、ちょ、一回聞きたいです。すみません。じゃあこれ、まことさんからコールしていただいていいですか。1番ライト浅野ってコールしていただくと曲が鳴って浅野選手が打席に入りますから。じゃあ門脇選手、まことさんお願いします。1番ライト浅野。俺はどうでした。一番似合ってるかもしれないです。今門脇選手の方を見ながらきついきついって言ってたじゃないですか。ちょっとそれは恥ずかしいですね。亀井さん、でも似合ってる。いや、言葉譲ってもいいと今言ってたんで。あ、そうですか。言わない。ちょっと合ってたの。まあ、1番だったな。チケットは走ればいいから。いっちゃう。名前とか関係ないですけど、俺はちょっと普通にボックシルバーでちょっともう一回やってみますか。本当にやってみます。いきます。もう一回やってみますか。それで拍手。そうですね、拍手の大きさで。門脇選手は譲るっていう部分ではもう承諾を。もちろんです。自分より貫禄あるんで。なるほど。じゃあ誠さん、もう一回じゃあコールしていただいていいですか。1番ライト浅野。拍手が巻き起こるように。すごいわ。浅野選手、もうこれはでもご自身ですから、打席に立つのは。ですから今、まあ、4択ですね。情熱のバラ、ヒーザ・パイレーツ、ウルトラソウル、マコト、どれにしますか。俺はあ、マコトコールが聞こえる。遠くからマコト
浅野選手4択です。ここに見えない最後ヨン・マコトっていうのがあります。あ、じわじわマコトコールがなんか起こってきてる。浅野翔吾になぜかマコトコールが起こっている。どういうことなんだ。さあ浅野選手、決断の時です。情熱のわら、ヒーザーパイレーツ、ウルトラソウル、マコト、来シーズンの登場曲、どれになさいますか。マコトとか…マコト一回ウルトラソウル聞かせてもらっていいですか。一回やっときます。心臓バクバクなんだ。あ、そうですか。じゃあ、せっかく…じゃあ、明野選手、せっかくですから1番ライト浅野でコールしていただくとウルトラソロ入りますので、1番ライト浅野え、誠お願いします。だいぶ違えよ。好きだな。俺は選手、まあ、あのカンペでもうまとめてくださいって言ってたんでちょっと決断の時ですね。どうしますか。一応今聞き比べてみました。ウルトラソウルと誠どうしますか。じゃあ誠で行かせていただきます。やばいいいですか。まあ一回例えばオープン戦で使ってみてちょっと違うなと思ったらシーズン入る前に変えるっていうのもありですか。もしかしたら変わるかもしれないです。わかりました。じゃあもしかしたらレアな機会があるかもしれませんから、ぜひあのオープン戦から浅野選手の打席ご期待ください。誠決定です。怖いですね。体育会系の悪ノリを見ました。ということで